それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は金曜日にお遊戯会の学年別総練習が終わってから初めの練習がありました。で、金曜日とはお並びの仕方が変わってお隣のお友達が変わったりとかお集まりの仕方もちょっと変えてみてこううまくできるかなってちょっと心配だったんですけれども、もう1回目の練習からつぼみさんのお友達しっかりお話を聞いて上手にお遊戯することができてとても嬉しくなりました。そしてなんか今まではこう恥ずかしくて踊れなかったお友達がいたんですけれども、今日はもう今まで普通に練習してたかのようにすごい上手にお遊戯を踊ってくれたんですね。で、なんかもうステージでも練習をしたんですけれども、そのステージでもすごく笑顔で踊ってくれていて、もうお遊戯会本番もすごく楽しみになる一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。